三里団地の10外区、11外区を望む三里団地内の幼児用プール、夏季限定で無料で開放されている。三里団地の7の1号棟、三里団地は埼玉県三里市にある大規模賃貸及び分譲集合住宅である。旧日本住宅公団により建設され、1973年4月より第一次入居開始、1974年12月に、 第2次入居開始。総住宅個数は9867個であり、ピーク時には23000人の人口を要する国内有数のマンモス団地である。当団地は南ブロック、北ブロックに分かれており、南ブロックは5階建て低層住宅が主な賃貸住宅。北ブロックは主に11階建て高層住宅で形成されている賃貸住宅。 並びに5階建て低層住宅で形成されている分譲住宅が存在する。また北、南をつなぐ、中央部分には2つの商店街が形成されており、団地住民の往来が活発な場所となっている。公団の団地特有の区画ごとのミニ公園、豊富な街路樹、広々とした公園が団地の至る場所に存在する。現在、築40年近く経過しており、老朽化が目立つ。 南ブロックでは外壁の塗装を一新する工事や北ブロックの高層住宅の一部でエレベーターの更新を行うほかモータリゼーションの影響で区画ごとに存在したミニ公園が駐車場になるなど時代を反映した改装が行われている。なお2016年8月7日まではセンターモールにあるバス停に三里団地という名称が使用されていたが現在は団地名と同じ。 三里団地という名称に変更されている。鉄道は三里団地の東側に JR 武蔵野線の新三里駅開業が存在する。新三里駅開業以前はバスにて三里駅などへ向かうルートが主な移動手段であった。開業当時の新三里駅は武蔵野操車場が存在した関係で武蔵野線の上下線が分離された状態だったため、 上下線のホームが350メートル以上離れていた。武蔵野奏車上廃止後もしばらくこの状態が続いていたが、1999年に上下線が東側に統合された。バス路線は、団地間成時に、東武鉄道が、越谷営業所三里出張所を開設。主に、三里駅、金町駅、亀有駅、独協大学前駅を中心としたバス路線を展開。 現在は、東武バスセントラル、三里営業所として、三里団地から、三里駅、新三里駅、金町駅、松戸駅、三里中央駅を中心に路線を展開している。また、2002年より新規事業者によるバス事業が開始され、東団地から直接吉川駅などにもバスで移動できるようになった。 深夜バスも設定されており、JR バス関東が東京駅から東南地経由で、吉川、松伏方面行きの路線を2本、東武バスセントラルが新越谷駅から東南地経由で、三里早稲田団地方面行きが1本、東武バスイーストが有楽町駅から東南地経由で、流山、柏方面行きの路線を1本、名東観光が三里中央駅から、つき平団地経由で、 吉川オアシス方面行きが金曜日のみ運行となっている。団地内には多くの学校が存在する。ありがとうございます。